はい、こんにちは、シマリスです。トライアングルストラテジーの、パート2ですね。まあ、第2回、まあ、本当は第3回なんですけど、まあ、ストーリー的には第2回ということで、今回はね、メインストーリーを進めていこうと思います。はい。で、まだね、第1回、あとはサブクエストもあげたんですが、まだね、ご覧になってない方は、概要欄に貼っておきますので、よかったらね、今後は、まあ、概要欄に貼れるかな、いっぱい増えてきちゃったらね、まあ、再生リストとかに、まあ、作ってありますんでね、よかったらそっちを見て、見てから、まあ、ストーリーをね、楽しみたい方は、よろしくお願いします。では、やっていきまーす。はい、ということで、メインストーリー、無事盗賊を撃退したセレノアたちは、彼らの居城、ウォルホート城へと戻った。ということで、メインストーリーをね、進めていきます。やっていこう。グリンブルク王宮、王国、ウォルホート領、ウォルホート城、はい。お帰りなさいませ。ああ、何？寡黙な女、誰だい？不在中、何か問題は。部下かな、ベネディクトね。特にはありません。はい。エラドール殿は騒いだ以外は。エラドール騒いでた。ベネディクト、賊が出たと聞いたぞ。若に怪我はないだろうな。これかな？騒いでたのは。ああ、うるさい。声が大きいんだ、お前は。うるさいって言われてる。そもそもお前が噂を広めたせいで。まあそうだよね、やっぱね。エラドール。エラドールさん。もう心配はない。いつまでも子供扱いでは困る。はい。とはいえ、私は若が小さくて可愛い自分から。可愛い自分からって言ってる。エラドールさん、いい人だね。おお、こちらが若の。こちらが若の。フレデリカです。はじめまして。侍女として参りましたジーラです。どうぞよろしく。うんうん。お二人にウォルホート家に仕える者たちを紹介しましょう。寡黙な女性を紹介してくれないか、ベネディクト。まず我が家の兵を束ねる兵長エラドールから。はい。兵長エラドール兵長。はい。若の奥方様はウォルホート家の宝です。一命を落としてお守りいたしますぞ。もうエラドールさんすごいいい人だね。そして私の片腕として働くアンナです。アンナです。アンナさん、ご用があれば何なりと。みんな共に生きる家族だ。遠慮なく頼ってほしい。うん、あ、いいね、いい家だね。グリーンブルクの御三家筆頭であるウォルホート家、その名を恥ずかしめないよう努めます。すごいな、御三家筆頭なんだ。まあ、僕の中の御三家筆頭で言うと、まあ、人影みたいなもんだね。人影みたいなもんだね。そうだね。ああ、小さかった若が良き伴侶を得られた。感無量だ。すごいな、とにかく声がでかいが。本当に声が大きいですね。とにかく声がでかい。エラドール。おっと失礼。どうか慣れてください。もう遠慮する気はない。逆にね、おっと失礼、どうか慣れてくださいっていう、このすごいね、こっちから言ってるとガンガンね。若様、奥でご当主様がお待ちです。はい、父上はね、私は明日の式典についてエラドールたちと打ち合わせをいたします。はい。フレデリカ様、当主である父シモンが待っています。奥へ参りましょう。はい、シモンさん。アンナ、エラドールが仲間になった。まあ、この、こっちのね、家のね、人たちだね。結構仲間多いんだね。あと、ロラン君とさ、あ、はい、戦闘におけるアンナ、はい。忍びのような動きで不意打ちを狙います。コマンドを1ターンで2回実行。へえ、すごい。はいはいはい。エラドールは、もうとにかくガンガンでしょ。聞いてた？防御性能で味方を守る。あ、盾なんだね。あれ、挑発持ち。敵の攻撃を自身に集中。挑発持ちです。反撃する。おお。反撃も。とか、反撃も結構、その、兵種というか、そういう感じなんだね。そういう特殊なスキルなんだね。さて、我々は若様たちのご婚礼の前に、2つの重大な式典をこなさねばならない。はい。1つは、王都のホワイトホルム城で行われる三国共同採掘の記念式典です。ああ、三国共同記念式、これサイドストーリーで、その準備
準備というかね、人が来ている、集まっている様子をね、お届けしております。サイドストーリーでね、前回のサイドストーリー。3つの国が協力してグリンブルク国内で新しい鉄鉱山を掘っているんだよな。うんうん、そう、ノゼリア新鉱山。ノゼリア新鉱山。変哲大戦の禍根を断つべくレグナ王が提唱された取り組みだ。はい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 。まさに今、記念式典参加のため採掘に関わる各国の代表者が続々と来訪されている。はい。エスフロスト公国からは鉱山開発の技術責任者であるドラガンエスフロスト様が。ドラガンエスフロスト。聖ハイサンド大峡谷からは国を動かす七星人の一角、うん、ビザークラフト家ライラ様がお越しです。国を動かす七星人の一角。七星人、まあ7人もいるからね、要人がね。式典の前にグリンブルク側の代表者でありシモン様と会談される予定と伺っております。はい、そうだ。会談後お二人はウォルホート家がもてなすこととなる。なるほどなるほど。ここでね、はいはいはい。アンナにはドラガン殿とライラ殿の警護を頼みたい。警護か、まあそうだ、合ってるよね、警護の方がね。かしこまりました。はい、エラドールは。もう一つは記念式典の後に行われる恒例の舞踏大会だな。舞踏大会好きそうだね。エラドール舞踏大会大好きでしょ。もうこっちも各国から強者たちが来訪しているはずだ。うんうん。エスフロストからはアブローラ将軍が。アブローラ将軍、最強の武人と名高い。からはマーシャル家エグスアム様が出場予定です。来た、エグスアム。エグスアムじゃないよ、エグスアムだよ。グリンブルク王国からの参加は前回の優勝者として創世マクスウェル殿と。創世マクスウェル。もう一枠はもちろん我らオルホート家、今回こそ優勝はいただくぞ。去年は、前回、去年じゃないのか、前回はどうだったんだろうね。2つ相談がある。はい。まずロラン王子がウォルホート家の一員として参戦を希望されている。出たがりだからロランちゃん。ロラン王子が師匠のマクスウェル殿ではなく。師匠なんだ。なぜ我らと。ご自分の力を試すためマクスウェル軍として出場を願ったが、レグナ王と揉めたようだ。ああ、なるほど。もう元々そっちで行きたかったけどダメだったってことなんだ。それで親友である若を頼ったというわけか。うんうんうん、構わんのではないか。我が軍は王家から編成の自由を認められている。すごいね、編成の自由を認められてるってすごいね。他国の代表を見事に打ち負かせばレグナ王も喜んでくださるだろう。うんうん、そうだね。そうだな。では王子の参戦を受け入れよう。ベネディクトさんになっちゃった今ね。そうだな。残る問題はシモン様のご体調ですね。あ、体調悪いんだお父さん。そうだ、うん、ご当主はもう舞踏大会に出られるようなお体ではない。あ、じゃあ前回は当主が出たんだね、父さんが。おそらく若様が代表として出場することになるだろう。うんうんうん。ご当主様、とうとうこの時が来てしまったか。わかった、若もロラン王子も我々がお守りする。はい、頼むぞ。どちらも平和の式典ではあるが、誰もが思惑を持って集って。あ、そりゃそうだよな、そりゃそうだよな、国を背負ってね。くれぐれもつけ込まれる隙を見せぬようにな。うんうん、難しいね、やっぱりこのお偉いさん方が集まるっていうのは。まあ、いろんな利権もあったりね、まあ、国内のね情勢もあったり、まあ、いろいろあるだろうからね。はい、ウォルフォート家執務室。お父さん、お父さん結構。父上、フレデリカ様をお連れしました。筋骨隆々っていう感じですけど。お初にお目にかかります。はい、フレデリカ・エスフロストです。お父さん。おお、あなたがフレデリカ殿か。よくおいでくだされた。なんかもう雰囲気が結構なんかね、こうなんていうの、受け入れ体制というかね、ウェルカム感というかね、いいお家ですね、本当にね。変哲大戦集結の立役者であるシモン様が率いるボルホート家。はい。そのような名家に迎えていただくとは身に余る光栄でございます。いや、そんなことないよって僕が言っておく。堅苦しい挨拶はいい。はい。旅の疲れもあるでしょう。
今日はゆっくり休んでください。あ、いいですね。お気遣いありがとうございます。ですが何事も最初が肝心と申します。はい。おどうかローゼル族の血を引く私を迎え入れた真意をお教えください。結構単刀直入に行きますね。なかなか気丈な方だ。うんうん。なんかちょっと今じんとなちょっと泣きそう。ちょっとなんか今泣きそうな、な涙がどうしたどうした。ここの武家に嫁ぐからにはこの覚悟にね、覚悟に今ちょっと感銘を受けてしまった。はい。何を望まれ、何をなすべきかを知っておきたいのです。はい。コントローラー投下してたね。もっともだ。セレノアもよく聞きなさい。わかりました。父上。はい。お前たちの婚姻は国同士が決めた政略結婚だ。まあそりゃそうだ。狙いはグリンブルクとエスフロストの関係強化。シオを独占するハイサンドを牽制するためですね。うんうん、うん、この牽制によってハイサンドは共同採掘に積極的に参加せざるを得なくなった。はい。だがフレデリカ殿は報告の姫ではあるが、うんうん、エスフロスト家とローゼル族両方の血を引く側室の娘。側室の娘。はい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 。そして我がウォルフォート家も、うん、グリンブルク王家の一臣下に過ぎ。そうだね。まあそうだね、王家同士というそのねトップ同士ではないからね、うん、単に絆を強める目的ならば。はい。グリンブルクの王子と私の妹、先代正室の子であるエリカを縁付ける方が適切だと思う。妹さんがね。はいはいはい。しかし両国ともそれは選ばなかった。なぜだろう。なぜかわかるか。なぜだ。それは将来状況が変わった時、うん、切り捨てることができるように。ああ、なるほどね。なるほど。いざとなった時にということだね。ああなるほどね。全然思い浮かばなかった。はい。そう。なるほど。それが両国の思惑、国を滑る者たちの駆け引きだ。なるほどね。なるほどね。同盟とは言いながらという感じが。事情は分かりました。しかし、うん、国や他人の思惑がどうあろうと私はウォルホートの名に恥じぬよう振る舞います。そうだ、どうしよう。セレノア、よく言った。お前がそう決めたのなら。うん。お、なんかおーってきてる。父上。父上。セレノアになってるから。大事ない、いつもの発作だ。だがいい機会だ。いつもの発作なんだな。もう結構ってことか。セレノア、私は今日限りで当主の座を降りる。急じゃん。あ、もう来たからってこと。フレデリカが。明日からはお前がウォルフォート家を率いるのだ。うん。え、明日から。急に言われても。それそれ、引き継ぎもね、引き継ぎもないじゃん全然さ。明日から担当変わりますみたいなさ。今お前が言った通りでいい、うん、ウォルフォート家はウォルフォート家として立つ。お、なんか難しいね。でもね、支えてくれる領民と家臣たちのためにどうするべきか考え決断し前に進める。なるほどね。もうあえてこう自分がやってたようなことは別に教えたりはしないんで、もう自分の、まあ、息子のね思うようにやれと。それが当主たる者の務めだ、うん。この執務室の主もお前であると心せよ。うん、すごいな。わかりました。必ず父上のような立派な当主になってみせます。うん。で、息子にさ、この絵にしは単純ではない、うん、様々な思惑が
二人を翻弄するはずだ。息子に、ね、自分の子供にね、あなたのような立派なねえ人になりますなんて言われたら嬉しいよね、親としてはね。忙しい。それでもどうか。忙しいよ。一人の人間として息子を支えてやってほしい。気持ちが忙しい。もうなんか息子側に行ったりさ、このお父さん側に行ったりも忙しいよ、心が。これがウォルホート家の、そして父親としての真意です。はい。はい。その覚悟で参りました。はい、フレデリカさん、ありがとう。ドラガン様とライラ様がご到着されました。あ、来た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 。早速。よし。今宵の晩餐会が私の最後の仕事だ。うん、明日からだからね。明日の三国共同採掘式典と舞踏大会がお前たちのお披露目の席になる。うん、はい。それが済んだら次は結婚式だ。忙しくなるぞ。結構こうなんかなんていうの、フランクなねお父さんだね。笑ってるわ。笑ってる笑ってる。一羽の鷹のように。カン、カンじゃない。終わり。